ジョーダン・ルーデスは、キーボーディスト、時々ギタリストである。現在は、ドリームシアターのメンバーであり、その卓越したテクニックから、ザ・ウィザード・オブ・キーボードと呼ばれている。小学2年生の時、学校の先生が教室で、彼がいかに上手にピアノを演奏するかということを、母親に電話したことから、本格的なレッスンを受け始め、9歳の時に、ジュリアード予備校に入学し、 クラシック音楽の専門知識を学ぶ。その後、ジュリアード音楽院に進学し、クラシックを学びはするが、L&P のタルカスを聴いて、ロックやプログレッシブロックに興味を持ち、クラシックやジャズ以外のジャンルへのアプローチを研算。1980年には、プログレハードの要素を持った AOR バンド、スピードウェイブルバードの一員として、メジャーデビューを果たす。 1991年前後は、ドラマーのトニー・ウィリアムスが率いるバンドに参加し、ヤン・ハマーとライブで共演している。1994年、キーボードマガジン誌で、ベストニュータレント部門に投票され、オーバー・オール、ベストキーボーデスト部門では、キース・エマーソンに続く2位を獲得した。その頃、ディキシード・ドレッグスと、前人のケビン・ムーアが脱退した。 ドリームシアターという二つのバンドからオファーを受けるが、この時は、ディキシー・ドレックスのツアーに同行する。その後、ドリームシアターのマイク・ポートノイ、ジョン・ペトルーシのプロジェクトである、リキッド・テンション・エクスペリメントに、外部ミュージシャンとして、トニー・レヴィンと共に参加。1999年、デレク・シェディニアンの公認を探していた、ドリームシアターから、再度のオファーを受け、正式メンバーとして加入。 アルバムメトロポリスパートにシーンズフロムアメモリーをリリースする。その後のドリームシアターでの活動についてはドリームシアターを参照。最近では各社の製品のデモンストレーションを務めることも多く2007年に行われたナームショーではローランドのブースにおいてロッドモーゲンスタインと共にルーデス・モーゲンスタインプロジェクトの曲を披露した。その後2月7日 2月10日に日本で開催されたサウンドスパークというイベントでも演奏を披露した。余談ではあるが、実はギターも弾ける。特に動画サイト YouTube において彼の弾くギター演奏がアップされているがテクニカルな演奏がよく目立つ。フルピッキングによる即弾きやタッピングによる倍音を披露したりしているくらいなので相当の腕前だと思われる。ステージ上に キーボード一台のみを置き、それからすべての音色を操るという独特のスタイルを持つ。90年代はカーツウェルのキーボードをマスターとして使用していたが、2005年のドリームシアターのワールドツアーよりコルグのオアシスをアルバムア・ドラマティック・ターン・オブ・イベンツのワールドツアーよりコルグ・クロノスを使用。また、キーボードではないが、平均参加時にはコンティニウム、 ラップスティールギターも2005年のツアーから導入し、表現の幅を広げている。ラック音源は以前は、カーツウェルの K2500R、コレグノトリトン、ラック、カルマ等を多数使用していたが、オアシスを導入したのに合わせて、ミューズリサーチ社のレセプター XT とコンティニュームのための V シンス XT の2つのみに、簡素化した。キーボードスタンドも独特で、 キーボードを乗せる部分が360度完全に回転できるようになっており、これはライブ DVD、ライブアット武道館でのコメントによれば、パトリック・スレーツというオランダの職人による特注品。どの角度でも音色切り替えなどを行えるように同じ機能を持つペダルが複数設置されていたが、2014年現在はキーボードに連動して、 足元のペダルも回るようになった。足元のペダルは、サスティンペダル、ボリュームペダル、フットスイッチ1、フットスイッチ2の、計4つ。左足は、フットスイッチ1のみ、右足でサスティンペダル、ボリュームペダル、フットスイッチ2を操作。双波形にギターアンプシミュレーターを通した、彼のシグニチャーサウンドとも呼べる音色。コルグクロノス使用時の音色構成は、コンビモードで、 メインとなる、総波形1、フィードバック用のスクエア波形1、3、同スクエア波形2、3で、スクエア1と2は、それぞれから D3、E3、G4、G4 の3音域に分割してアサインする。総、スクエア1、スクエア2にそれぞれインサートエフェクトのリミッターを通し、総は、ピッチベンダーの Y 軸で、ボリューム0、スクエア1は、Y 軸時のみ発音、スクエア2は、 Y 軸時のみ発音に設定し、この組み合わせで、クロスフェードによる2種類のフィードバックサウンドを実現している。ピッチベンダーの範囲は、X 軸が2、X 軸マイナスが12。また、リボンコントローラーには、リングモジュレーターを設定している。ギターとのユニゾンリフなどで多用される、双波形をベースに、トーキングモジュレーターと、フランジャーを通した音色。パニックアタックや、 ザエネミーインサイドのイントロなどで聴くことができる。ベーシックなパーカッシブオルガンにロータリースピーカー、ベースアンプシミュレーター、コンプレッサー等を通した音色。主にギターのリフを弾く際に使用。スタジオ作品では、シンテジーアイボリー2を使用。ライブでは、コルグクロノスのプリセット IV-009、オアシスピアノをメインに使用。なお、クロノスには彼が提供した。 J ルーデス・ジャパニーズ・グランドという音色があるが、ライブでは使用していない。ツアーにおいての機材その他、停電に備えた予備電源など。その他、停電に備えた予備電源やミキサーなど。日本公演でのセッティングについては、お参照。オクタバリウムツアージの機材に加えて、コルグラジアズとマニキンエレクトロニックメモトロンを追加している。 またキーボードソロの時には全リファーというショルダーキーボードを使っている模様。武道館公演でのセッティングについては、お、参照、機材の増加がわかる。A ライトオブパッセージ、ホロウィアーズ等の曲において iPod タッチ上で D ボートロボットシンスを使用してソロを演奏していた。ツアー途中より iPad 上で m o フ f o y s 等のアプリを利用する形に変更。 A ライトオブパッセージ、ホロウイヤーズ等の曲において iPod タッチ上でーボートロボットシンスを使用してソロを演奏していたツアー途中より iPad 上でモルフォーウィ i 等のアプリを利用する形に変更キーボードスタンドに油圧シリンダーが内蔵され水平方向に回転するだけでなく観客側に傾けることもできるようになった詳細はキーボードマガジンの ウェブサイトで公開されている本人解説のビデオ参照。iPad のアプリは m o l f o ィ s ジオシンセサイザー、その他サンプルウィズも使用。時折蒸気の機材以外をメインに使用することがあり、アルバムリズムオブタイムのレコーディングではコルグトリトンエクストリームをメインで使用した。サウンドスパークでのデモではローランドファントム X をメインとして使用し、 2008年夏のリキッドテンションエクスペリメント再結成ツアーでは後継機ファントム G をメインとして使用した。その他レコーディング時の機材は本人のホームページのギアの項目で確認できる。ドリームシアターやリキッドテンションエクスペリメント等のフレーズを用いてキーボードのレイヤーやスプリットなどを解説したり独自の練習方法を紹介する DVD。 キーボードの演奏テクニックについての教則 DVD。内容は、シンセリードのスケールやベンディング方法、ピアノとベースのコンビネーションや、鍵盤ごとにいろんな音色を配置して行う、パフォーマンスなど。ジョーダン・ルーデスは、コルグをはじめ、様々な製品のデモや、チュートリアルビデオを制作している。ありがとうございます。